はい、こんにちは。おはようございます。グランピーです。おはようございます。さあ、はいはい、ご報告がありますということで。ご報告何ですか、何ですか、はい、重大な重大だから。ドキドキしますね。ドキドキしてください。はいはい。まあ、スートラコナンのスートラ LTD を買ってですね、はい、1ヶ月半ほどが過ぎまして、はい、で今現状どうなってるのかというのをですね、竹の下と話しながら、ご紹介していくと。あ、すっごい重大だな。もうこのワクワクするのが伝わらないですかね。いやーもうでこの1ヶ月半の間にですね、パーツをあれこれいじったり、つけたり外したりしてまして、まあ、今こんな感じになってるというか。つけたり外したりしてますね。めちゃめちゃつけてめちゃめちゃ外しましたね、なるほどです、はい、じゃあいろいろ聞いていきましょうかね。はい。まあ、その前にちょっとなんか、はい、僕の格好とかだったら、どうしたんですか。聞いてくれます、はい、いやもう朝練だったんですよ。朝練、毎週土曜日8時からやってますんで。あ、いやしんどいっす。まあ、来てくれと。来てくれと、はい、まあ、そんな感じなんで、はい、じゃあ早速聞きましょうかね、はい。まあ、いろいろ聞くことあるんですけど、はい、まずあれなんですか、買う前から、はいはい、うるさいぐらいに何度も毎夜毎夜サイズどうしようっていうのを聞いちゃったんですけど。あ、なるほどね。結局何サイズを何サイズで迷ってどうだったんですか。ですね、僕は身長が173センチで、はいはい、また下がですね、また下測ったことない、 BB トップか、 BB トップが680ミリっていう長さなんです、はいはい、で BB トップっていうのはこのクランクの中心からサドルのこの座面までを、はいはい、表すこの長さのことなんですけど、はい、この場合選ぶサイズがど真ん中で2種類あったんですよ、はい、あ、ちょうど真ん中にいるって感じの人ですね。真ん中、真ん中サイズがあれば完璧やったんですけど、まあ、それがないので、50っていうサイズと52というサイズ、はい、まあ、これをですねどっちにしようかなってずっと悩んでたんですよ、はい、でどっちにしたんですか。52です。52、なんで52にしたんですか、はい、ですね、普段選ぶサイズが52やったっていうのと、はい、50の、自転車をすでに見たことがあったんですけど、はい、52というサイズ見たことがなかったんですね。なるほど。でじゃあ見てみようと、皆さんのために身銭を切って52を、はい、そうなんです。なるほどです。で僕の股下の場合はこれドロッパーをですね限界使えないんですよね。分かったんです、これやってみて。っていうのがこのサドルの厚み分、はいはい、考えてなかったんで、いや、だからちょっとなんか変な感じだったんですね、はい、本当はですねこれこの元々ついてるトランズ X のドロッパーシートポストはあと 1.5 センチ上に上げられるんですよ。でもそれやっちゃうとちょっと足長くすぎて、いや、いない。こっち乗ってみたんですけど僕、はい、サドル高いと思ったんですけど、そういう理由だったんですね、はい、そうです。なるほどです。なんで52の場合はこれ限界までこうドロッパー下げて一番伸ばそうとしても最初についてる、ストローク量全開は使えなかったんですよ僕の場合ですね。なるほど。まあ、ほとんどの場合は使えると思います、まあ、なぜかと僕の足が極めて短いからですね。いや言うて600、また下690ですよね。680です。 80、まあ、僕も700とか600、そんなに短くはないと思うんですけど。いやそれがですね短いんですよ。あで、まあ、50を選ぶという方法もあったんですけど、はい、50の方はもう前回までまず使えるんですね、はいはい、でこの、トップチューブの長さがだいたい 1.5 センチぐらい、はい、15ミリぐらい短くなるんでかなりアップライドのポジションで乗りやすくなります、はい、で、トレイルとか荒れたところに行くっていう場合はそっちの方がですねより操作しやすくていいんじゃないかなと思ったんですけども、はい、まあ、50を1回見てると、いうのもあり、ちょっと50に未然に未然に起きるじゃないですけどこっちをちょっと選んでみた。なるほどです、はい。それで、まあ、両方見たことになるんでよりこうはっきりとお伝えできるかなと。50でも良かったってことですか。50でも全然いいと思います。あ、はい、まあ、それぐらいが僕もなんか結構中途半端な身長なんで、はいはい、真ん中ぐらいでどっちしようかってやることがあるんですけど、あ、まあ、どっちでもいいって。そうですね、むしろちっちゃい方がドロッパー綺麗に使えたって感じですね。そうですね、それはあると思います、はいはい、という感じですね。サイズに関してはまあそこかなと、はい、あとあれですね、つい最近までカーボンフォークに変えてました。あ、変えてましたね。はい、ボムトラックのセイドですね、はいはい、MGB カーボンフォークというのがあって、スートラ LTD にドンピシャに合うんですよ、はいはい、でもう本体買ったらそのフォーク絶対つけようと思ってつけてたんですね、はい、それを、はいはい、戻したと。
あの見た目もかっこよかったですし、試乗してもなんかちょっとフロント軽いし、はいはい、あのカーボンの方がいいじゃんって僕思ってたんですけど。ああなるほどね。なんで戻したんですか。それがですね、はい、あの体験してみたいことがあったんです。なんですか。あのカーボンフォークと、あの買ってすぐにですね、はい、早い段階でカーボンフォークに変えたんですよ。変えましたね。で、使ってみた感想、カーボンフォークってかっちりしてるんですよ。かっちりしてます。なんでブレーキをかけても、もう極めてこう、なんていうかな、直感的にスパーンって止まる感じ、はいはいはい、でカーボン、なんていうかな、縦方向にやっぱりカーボンって楕円なんで、硬、はい、いイメージがあって、はいはい、ハンドルもですね、操作めちゃ軽なったんですよ、はいはい、ほんなら果たして振動の吸収性はいいのかと、はい、カーボンフォークっていいと言われてるけども、はい、元々ついてるこのスチール、はい、今までずっとスチールフォークのやつばっかり乗ってきたんで、そうですね、こっちもう一回戻してみたら違うんじゃないかと思ってちょっと戻してみたと、はいはい、どうだったんですか。よかったっす。あスチールの方が、はい、僕の感覚ですけどね、はい、感覚ですんで、あのはっきりと言えないですけど、振動を吸収するのは僕このスチールのフォークの方がいいんじゃないかと思ってます。まあまあ、まあありますね、そういうの、はい、まあ、スチールフォークにもいろいろあるんですけど、そうなんです。ちょっとあのこのスートラのフォーク細身ですよね。なんか、まあ、そうですね、カーボンフォークに比べるとだいぶですし、あの サーリーとかに比べるとちょっと細いパワー使ってんじゃないかなっていう感じがしますね。収集良さそうですね、はい、ただその分ブレーキのタッチがちょっともっさりそうだなっていう感じがしますけど。あ、そうですね、あのフォークがしなる感じはあります、ね、やっぱ、まあまあ、トレードオフな関係ではありますが、はい、乗り心地はこっちの方が良かったと。僕は今のとこ、こっちが好きかな。あ、微妙なラインってことなんですね。だからあの街が中心やったらカーボンフォークありやと思います、はい、あなるほど、カーボンフォークにしてると思います。ただあの僕ダートに行ったりトレイル行ったりすることが増えてきてるんで、はい、ちょっとこっちのこの振動の吸収具合、これもちょっと試してみたいというので一回戻してます。もう、まあ、試したかったという感じですね。あ、そうです、そうです。なんで、はい、最初の段階、はい、1ヶ月経たない段階の場合、あのカーボンフォークの方が使う量が多かったんですよ、はいはい、あの舗装路行ったりトレイル行ったり、はいはい、グラベル行ったり。でもスチールフォークでも行ってなかったんで、なるほどなるほど、今それをカーボンフォークで行った道をもう一回スチールフォークで行ってる。なるほどなるほど、徹底的に絞り上げてますね、はい、あとはあれなんです、サスペンションフォークちょっとやりたいです、はい、いやいいっすね、それは完璧っすわサスペンション来たらもうちょっと化けるんじゃないかなと思ってますね。このタイヤいいっすよね、この太いタイヤ。やばいっす、タイヤやばいっす、めっちゃいい。これあのマキシスのリーコンレース29の 2.25 やったかな、はい、使ってるんですけど、これチューブレスなんですよ、はいはい、めちゃめちゃ乗り心地がいい。なんで最初からこんないいのがついてんのやろっていうぐらい良い。でこの前トレイルライド行きましたね、一緒に行ったんですけど、多分動画には映ってなかったんですけど、あ意外といけるってあの清水さんが言ってくれたんで、いやめっちゃいけますよこれなんでそれぐらい結構いけちゃう仕様になってる。なるほどです。あと変わったところって言ったら、もう正直あれですよね、はい、結構完成車と見た目的にそんな変わってないですよ、はい、フェンダーがついたぐらいですよね今の状態で。フェンダー、そうですね、フルフェンダーをあの新しくつけました、はい、でフルフェンダー、この29の 2.25 サイズが収まるフルフェンダーを探したんですけど、はい、あのまあ、種類はまあまああるんだけど、しっかりと剛性があってオフロードに耐えうるもので調べてみたんですよ。ほんじゃ出てきたのがこれ、もともと使ってたんですけど PDW、 これいいっすよ。これ今まで日本の展開がなかったのでちょっとお願いしてですね、あの入れてもらいました。なるほどっす、はい、ほんじゃ TKC さんに無理を言ったわけですね。あ、そうですありがとうございます。で、あのようやく準備ができて使ってるという感じですね。まあ、このオフロードでフルフェンダーをつけたいというちょっとニッチな要望まあただあの結構もうクリアランスガチガチなんで、ガチガチですね。できればもうちょっと細いタイヤにした方がいいと思いますね、はい、この今 2.25 のタイヤって、このそもそものこのフェンダーの許容範囲をオーバーしてるんで、はいはいはい、あのあんまりあの真似はしない方がいいかもしれないです。まあ確かにあの結構カツンカツン当たってましたね、はい、あのオフロードで走って。そうなんですよ、このフェンダーがですね、あのもし巻き込んでしまったらこのステーがですねポコッと外れるようになってるんですよ。マジっすか。はい、ここちょっと分かりにくいですけど、そんな、なんかいいシステムがあるんですね。そうなんです、なんでちょっとこれ試そうと思って、もし壊れたら
ステーだけまた買おうと思って。でこの前トレイルワイド行ってみたんですけど、全然行けちゃったっていうですね。はい、あとあれっすね。なんかトレイルライドでもちょこっと言ってましたけど、はい、高さっすよね。あ、高さ。よくぞ。これが僕の今最新の気づき。最新の気づき。はい、ここです。今あのステムの位置をですね、限界まで下に下げたんですよ。はい、これです。これが次は今これに来てる。ビタッと来てますか。ビタッと来てる。これ、まあ、これどういう意味かと言いますと、はい、このスートラ LTD とかこのモンスタークロスと言われる29インチのドロップハンドルがついたモデルって、はい、共通してる点があるんですよ。何でしょう。ハンドル位置が高いんですね。はいはいはい。でそもそもこうバイクパッキングを前提にしてるんで、こういうあのハンドルバッグですね、はい、のでっかいのがついたり、アップポジションでのんびり乗るよっていうのが、うん、結構多いんですけど、これを、まあ、ハンドルバッグはまあちょっと置いておいて、前傾姿勢で攻めたようなポジションになったらおもろいんじゃないかと、はい、いうので、ハンドル位置を限界まで下げてみたんですよ。そうしたらですね、なかなか良いんですよ。はい、まあ、どういう良いかというと、結構スピードが出しやすいのに太いタイヤなんですよ。うん。でこの太い29インチのタイヤで前傾姿勢ってなると、クロスカントリーマウンテンバイクがあるんですけど、はいはい、ありますね。あれと比べて何が違うかというと、これドロップハンドルなんですね。はい、これが生きてくる。はい、要するにロードバイクのこの姿勢に近いんだけども、あのなんていうの、オフロードはいけるし、あ、意外とスピードは出るし、うん、でドロップハンドルってフラットハンドルより幅が狭いんで、うん、街中もいけるいうので、この組み合わせありなんじゃないかなと思って。いやでも本当普通にロードバイクとかから乗り換えても遜色なく、はいはい、気持ちよく走れそうなジオメトリーにはなってますよね。そうです。これがですね、ちょっと今気づいてるポイント、はい、もう早くぶった切ってやりたい感じです、ね、いやそれがですね、はい、あの悩ましいのが、バイクパッキングもするんですよ。あ、悩ましいですね。なんでこれこれ今あのスペーサーがこの上にこんだけ出てるんですけど、はいはい、これ切ったら綺麗ですよ。あの辛い位置になるんで、はい、辛い位置になるんですけど、戻せないじゃないですか。戻せないです。なんでちょっと今こう悩ましい。悩ましいですね。これ取ったらもうなかなかええポジションになってるんですけど、ちょっとやりづらいなっていう。もう顎割りそうで怖いっす。トレイル行った時にだいぶ怒られたんで、はい、僕ちょっと用できます、それは、はい、なんでちょっとここは今検討してるところです、はい、なるほどです、はい、どうしようかなと。いやじゃあ最後というか、まあ今後まだ何かあるんですか。ありますよ、やりたいことが。ありますまず何か。何すか。ホイール。ホイールやりてえっすね。ホイールやります。はい、何するんですか。決めてます。何するんですか。ダイナモ化します。ダイナモ化か。カーボン化じゃなかった。カーボンじゃないです。まあカーボンリム使えたらいいんですけど、はい、まずハブ、はい、フロントハブはダイナモハブ。いやもう池田さんらしいです。やります。後ろ。後ろ決めてます。後ろも何かあるんですか。あります。インダストリーナインのソリックサーブ、あーそれ入れます。もう注文しました。おあのノッチがめっちゃあるやつか。ノッチがあります。もう今、見てほしい、はい、まだそこまで、知られて、まあ、知られてるとは思うんですけど、一回まだそんな聞いたことないという人は一回見てほしい。いい。何がいいですか。まず言ったらあれかもしれないですけど、まあ、なるべく短く、コストが安い。安いかな。安くはないんだけど安い。いやでも大体そういうの高いんじゃないですか。いくらですか。まあ前後で10万ぐらい。ああやねんけど、今値段上がってるじゃないですか、はいはい、値段上がってる中で、まあ、いろんな高品質のハブがある中のそのラインよりはちょっと安いです。ちょっと安いですね、確かに。でもキングとかで考えるとソリックスのハブって一番出たばっかりなんですよ、はい、要するにまだ最先端回ってない、はい、市場に、はい、なんで使ってる人が全然いない、はいはい、っていうのがまず一点で、はい、ロード用なんですよ、はい、ロードハブなんで回転がむちゃくちゃ軽い、はいはい、でノッチ数が多いんですよ、はい、踏んだらこのカチカチっていうこの隙間がなくて、踏んだらもうズバンとそのまま駆動パワーに変わる、はいはい、で色が11色ある、はいはいはい、アルマイトの色がですね。なんで各パーツに合わせやすい、はい、でハブの構造がもう
どこまで削るんやっていうぐらい軽量化してるんですよ。スポークが入る穴以外のところは削ってこう並々になるぐらい軽量化して、はいはい、作ってると。でノッチ、ラチェットの音、はい、ラチェットの音がインダストリー9のハブって結構鳴るんですよ。いや、うるさいですよね。ジーってな結構な音鳴るんですけど、はい、実はそれ調整できるんですよ。マジか、はい、ケミカル品がメンテナンス用はあるんですけど、はい、それをオイルを入れるかグリスを入れるかで音を調整できるんですよ。あ、調整用のグリスがあるんですよ、はい、これはおもろいと思って。でメンテナンスも非常に内容が中身がですねシンプルなんで、はい、もし自分でやりたいっていう場合もしやすい。なるほど、もうだいぶ長くなりましたけど、これ別で動画撮った方がいいですね、はい、そう、他にまだあるんですか？絶対ありますね。で、あとはですね、はい、センタースタンドなんです。センタースタンドか、これは僕頑張らなあかんやつですね。センタースタンドをつけたい。つけたいですね。つけたいんだけども、ここのですね、このスートラって幅が広いんですよ。広いです、広いです。なんで普通にやったらつかない。つかないですね。センタースタンド台座もつかない。はいはい。溶接もできない、はい、広すぎるんで届かない、はいはい、なんとかしようと思って。これまだ答えが見つかってないんですけど。いや、まあセンタースタンドを広くしたらいいんじゃないですか。センタースタンドを広くする台座を、台座を広くしたやつを作ってもらう。もう全然作れます。作れる。全然余裕ですよ。それ広くするぐらいできますよ。作って。いや、まあもう全然余裕ですけど。じゃあもう来たら受けても大丈夫ですか。いや、まあ一回池田さんの試してないですよ。それで問題を見てからにするのがベストじゃないですか。あ、まあそうですね。その通りですわ。はい、はい、というところですね。まずはそこら辺から。もうセンターさんですね。両室、はい、いつでもバラしておいてください。バラしたら乗られへんからな。まあ一回あれですね、スタンド台座を作ってから当てがっていけそうかみたいなのを見ながらやっていきましょうかね。それがいいですね。はい、というところかな、はい、それはもうやりたいところですね、はい、あとはそのもうちょっとこの、はい、ポジションをちょっと研究したい。ちょっとあれですよね、ここ切らずに下げる方法なんか欲しいですよね。そうなんですよ。なんでこのステムが今40ミリなんで、これをこう50ミリぐらいでちょっと角度下に向けれるようなやつにして、スペーサーをちょっと入れて、どうしようかな。それか男の割り切りでパシッと切った方がええんかな、まあ、パシッ。でもこれ下げたら下げても全然バイクパッキング問題出ますかね。まあ多少はやっぱりこの隙間がなくなるんで、減りますけど、はい、まあ、タデクイさんのこのカニンガムバッグやったら全く問題ないんですよ。全く問題ないですね。なんですけどサイズがちょっと小さい、50、48のサイズとかになってくると、この長さも短くなるんで、そうなるとちょっと問題が出るかなと、まあ、その時はですね、はい、フロントラックのちっちゃいのを下にサポーターとしてあてがえば、まあ、何でもいけるんですけど、と、いうところかな。切りましょう。はいはい。じゃあそんなところでいいですかね。はい、はい、まあ、まだまだ言いたいことありますけど、まあちょっと長くなりすぎるんで、はい、ベラベラずっと喋ってるんで。あ、まあそうですね。ということで、はいはい、今回はですね、これスートラ LTD、はいはい、これのちょっと現状と、今後についてご紹介いたしました。ちょっとセンタースタンドが上がらないですね。センタースタンド、本当にですね、スートラ LTD にセンタースタンドをつけたいというお要望をですね、もう聞いてるんですよ、はいはい、なんですけど、まあ、現状ですね、それに合う台座もないし、センタースタンドも果たしてこのタイヤに装着できるのかどうかというところはあるんで、うん、なかなか難しいんですよね。ドセンターにつけたらつけたで当たりそうですもんね。そうですよ。その辺はちょっとこっちで揉んでまたご報告できたらって感じですね。はい、はいはい、ということで、今回はスートラ LTD、 あ、まだスートラ LTD はですね在庫がございまして、はいはい、お買い求めいただけます。完成車で約30万円ほどで、今48というサイズとが48が完売いたしました。で、ちっちゃいサイズですね。ちっちゃいサイズですね。なんでもうちょっと入手は難しいんですけど、50、52、54、56はまだ在庫ございますので。なるほどです。165から上の人は大丈夫かなって感じですね。そうですね。それぐらいがいいかなと思います。それぐらいですね。はい。はい、では、今回はスートラ LTD のご紹介でした。はい。はい。どうもありがとうございました。ありがとうございます。よし。